メールのテーマに行きましょう。今日はこちらです。今日のテーマ、感動した接客、びっくりした接客。はい、今日は感動接客の日です。ラジオネームトゥーパンプさんから。パンプさん、アーサンジーさん、おはからです。おはから。初めて海外赴任したイギリスの田舎町、そこで一番庶民的なスーパーのアスダ。ここはベーシア創業者の土屋さんが伊勢屋をベーシアにするときに参考にしたウォルマート系のスーパーなんです。つまり巨大なベーシアみたいなお店ですよ。入り口付近は野菜売り場、そこにサラダを量り売りしていたいかにも地元のおばちゃんという女性たちがいました。初めて寄った私はサラダを買ってお金を払おうとしたら、その女性はびっくりした顔で、あんたここ初めてかい、ちょっとついておいてと売り場をすっぽかして広い店内を隅々まで案内してくれました。最後の集合レジに着いたのは30分以上経ってからです。おかげでお店の売り場とシステムが理解できましたが、あの女性は自分の持ち場を離れてしまって大丈夫だったのか不安にもなりましたよ。その後このアスダでその女性を見かけなくなってしまいましたと。えっ、あら、幻だったのかな、その人は本当にいたのかな。え、怖い怖い怖いですよ、小泉ちゃん、そっか、イギリスの田舎町。田舎町、大きいお店でね。まだ前橋とかこの辺にそんな大きい店がない頃の話だよね、これね。そういうことですよね。ベーシアが参考にした。参考にしたんだ。ウォルマート系ってもうすっごいでっかいお店だね、じゃあ。そういうことですね。ねえ。そのね。おばさまは、まあシステムね、わかんないもんね。そうだよね、だからいろいろ教えてくれたけど、その後見なくなったって言ってたから。なくなったんだ。ね、その親切がもしかすると海外によってはね。それが原因でね。なるかもしれませんもんね。職場、持ち場を離れてしまった。いや、パンプスさんのせいで持ち場を離れて。違いますね。何か諸事情があった。大丈夫だったのかなって思ったことが的中してしまった的中します、ね、大丈夫じゃなかった